11月16日木曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージはこちら、基本です。基本、あなたが大事にしているものとかこととか言葉とか思いとか何でも良いです。大事にしていること何ですか？それが結構人生の指針になっていることは多いと思います。今日はあなたが大事にしていることを確認してみてください。それではまた。